はい、チルチルでーす。今回は緊急で動画を回しています。今現在ゼリーがないと服薬ができないので、買いに行く途中で撮影しています。昨日のスペイン戦本当にすごかったですね。今の技術 VAR もすごいですが、やっぱり三笘、個人的には前田のディフェンスへの貢献がこの結果を招いたと思っています。今の VAR だと1ミリや1センチの世界で判断できるみたいですね。今回の緊急動画に至った経緯を話していくと、12月2日お昼ごろ嫁さんが突如自宅で倒れました。13時ごろ119番で救急車を自宅に呼び、救急隊によりバイタルチェック、体温38度4分、酸素濃度 99%、 本人意識はあるものの呼吸が苦しいと訴えている状態で、チアノーゼ等はなく、救急隊もとりあえず病院に運びましょうかということで、13時20分病院へ緊急搬送されました。正直自宅に救急車を呼ぶことも初めてです。結構慌てました。病院での検査の結果、気管支に炎症が見られ、そのせいで呼吸が苦しいとの症状が出ているのではないかなということで、肺炎等の所見もないので、ちょっと様子を見ましょうかということで、入院となりました。本人は2日ほど前から体調が悪く、微熱症状もあり、風邪っぽい症状があり、念のため2、3回簡易的な抗体検査も行い、すべて陰性、市販薬の風邪薬服用で様子を見ていました。まあここ最近急に寒くなってきましたので、私もただの風邪だと思っていましたが、突如12月2日自宅で倒れ、結果入院となりました。そこまでの経緯は良かったんですが、ここからが問題です。ドクターは念のために入院した方が良いとのことでしたが、実際には病院のベッドが空いておらず、結果的には自宅へ帰されました。入院ができない。嫁さんの息苦しいという症状は依然改善されていませんが、数値的には酸素濃度が 99% あるので、一旦帰って呼吸等に何かあれば再度連絡してくださいとの見解。まあ要するに入院ができず自宅に帰されたってことです。これがまさに今の日本の医療体制です。医師や看護師の方は日々懸命に567の中、しんどい中働いてくれていると感じていますが、日本の医療体制自体がおかしいと率直に感じています。日本は世界でもトップクラスの医療体制とベッド数を持っていますが、これが現状です。医療体制が崩壊しているから入院ができない、これは紛れもない事実です。本人が息が苦しいから入院がしたいと言ってもできない、深刻な状況に今あると感じています。本人がそのように言うってことは、よっぽど苦しいから、それしかありません。今現在も息苦しいという症状も続いており、飲み込みもほとんどできない状態で自宅で経過観察しています。そこから1日経過し、現在12月3日ですが、息苦しいという症状は未だに改善せず、熱症状もあり、14時現在で37度6分になっています。現在解熱剤は処方されていますが、食事もできる状態でもなく、薬を潰し粉末にしてなんとかゼリーを使って服薬できている状態です。もう少し様子を見ていきますが、どっちにせよ入院ができないので、様子を見て改善しなければ一体どうしたものなのか思案している状態です。本当にどうすればいいんですかね。皆さん助けてください。今の567の影響もあり、どこの病院でも診てもらえるわけでもないようですので、本当に困っています。直近の感染状況がこれで、全国で11万8000人のこの状況ですので、本当に心配になってきます。とりあえず今後どうなるかは分かりませんが、しばらくは嫁さんのことも心配で看病もしないといけないので、動画配信ができない、これが今回のお知らせになってきます。本当に申し訳ございません。何卒よろしくお願いいたします。仕事もしながらですので、嫁さんに付きっきりもできないので、両親や妹にも協力を求めて嫁さんを自宅で見ていく予定ですが、今のところいつ良くなるのかも分かりませんので、それに伴っていつ動画も再開できるか分かりませんので、その点はご理解ください。今回は急遽嫁さんが自宅で倒れ、このようになってしまったので、緊急のご報告ということで動画を作ってきました。何卒よろしくお願いいたします。ここからは余談と愚痴なんですが、567も第8波に入り、病院も大変なのも分かりますが、567でない方が見てもらえない、今回は入院ができないですが、それってどうなんですかね。
もしかすると呼吸が悪化する可能性があるので入院した方が良いと言われて結果的に入院ができない。そう言われるとやっぱり心配なのでそばにいるしかない。他には何もできずって感じです。そもそも原因もよくわからず567の検査も本当に正確なのかという疑問もありますし、気管支炎で飲み込みができないぐらいの炎症を起こしている、これって何の症状なんですかね。高齢者であれば発熱や風邪症状で一時的に飲み込みが悪くなり息苦しさを訴えることもありますが、高齢でもなく一般的な成人女性、嫁さんは40歳ですが、一般的な健康な女性が突然倒れるぐらいの状態で何が原因かもわからない、そんなことあるんですかね。とりあえず入院もできないのでもう一日様子を見ていきますが、今のところ症状が改善しているようには思えない状態です。セカンドオピニオンという選択肢も当然出てきますが、この567の状況ですのでその選択肢もちょっと難しいかなとも思っています。身近なところでこういった症状が出てくると、ここ2、3年の567で日本の医療体制も変わってきた、気軽に病院にかかれる時代も変わってきたということを実感している状況です。今回のことをきっかけに酸素濃度が測れるパルスオキシメーターも買いましたが、パルス計も結構な値段がするんですね。こういったもしものために567も今後続いていきますので、パルス計もあった方が良いと思っています。皆さんパルスオキシメーター持っていますか？近くの家電量販店ではパルスオキシメーターが1個7980円から1万5000円ぐらいで売っていました。原因が不明で様子を見てくださいと言われるとパルスオキシメーター頼りになってきます。正直不安です。何か良いアドバイスがもらえればと思って今回動画にしています。何か良いアドバイスあればコメントでアドバイスをお待ちしています。本当によろしくお願いいたします。一点だけ注意喚起をしておくと、今回の緊急動画では567にも少し触れていますので、コメントをされる際は細心の注意を払ってコメントするようにしてください。というのも567関連に関するコメントにも規制がかかってきますので十分に注意してください。今のところもう一度567の検査を病院でしてもらった方が良いのか本当に悩んでいます。そもそも今の567は50歳以下であればかかっても無症状だと言われている状況で、40歳でこの息苦しさを感じている症状、何が原因なのか本当に心配な状況です。今は解熱剤カロナールに頼るしかありません。ここ最近本当に身近に異変が立て続けに起きています。まだアップできていませんが、先日私の体にも異常が起き、そのせいでなかなか洗車動画も撮れていません。詳しくは今後動画でも説明していきますが、本当に立て続けでメンタル的にも病んでいます。 YouTube を始めたことで一般の方よりもメンタルは鍛えられ強い方だとは思っていましたが、こう立て続けに身近で異変が起きてくると正直へこみます。原因がよくわからないって本当に今の医療でもあるんですね。原因がわからないほど不安なことはありません。ちなみに今回受けてきた病院は地域における基幹的な病院で比較的大規模な病院です。まあ俗に言う総合病院って感じの規模の病院です。もちろん567の患者も受け入れしている病院で地域の総合病院なんですが、その規模以外で再受診再検査となってくると、あとは大学病院しかないのが地方の現実です。大学病院も近くにはなく、高速道路を使って2時間ぐらい行かないと大学病院はありません。どうしたらいいんですかね。567じゃないと診断を受けているので逆に困っている状況です。567であれば解熱剤と自宅療養で良いと分かっているんですが、567じゃないと言われると逆に心配になってきます。今回は緊急ということで身近な嫁さんが突如自宅で倒れ緊急搬送したことでしばらく動画投稿できませんというお知らせをしてきました。本当にご迷惑をおかけしています。正直何もできないって本当に辛いですね。また何か良いアドバイスなどあればコメントお待ちしています。本当に困っています。本日も最後までご視聴ありがとうございました。